建国の詩に歌われる勇敢で賢い女王様に統治される国イランス。貴族と騎士による政治体制は長きにわたって安定と繁栄とをもたらしていました。その旧市街に佇むのが王立ベルナル魔法騎士学園。貴族と騎士の子たちがイランスの未来を担うべく勉学と魔法剣の習得に勤しむ学びの園です。そこには2つの学生寮がありました。貴族派のベシエと騎士派のシェルタです。貴族派と騎士派の子たちはどちらが賢い、どちらが強いといったことでいつもいつも争ってばかりいました。それは繁栄を極めて久しい大国のまさに縮図でした。イランスは2つに分かれていたのです。少女たちの幼く純真ないさかいの裏に女王様すらも知り得ない何かが確かにうごめいている。卒業を間近にした春の日のニトンの塔、正体不明の敵、魔法と剣、クロワルールの物語が始まります。その主人公は戦う少女たち。クロワルール、シグマ。オプション。ゲームスタート。お任せ。総国の好機が滑るとき、イランスは領主の旗としての異様をより高らかに歌う。五国の騎士が滑るとき、イランスは月相の剣としての異様をより美しく。陽と月とは交わらぬ、主と僧とは相入れぬ。旗僧と五は生きて巡り、陽と月が死して暦となる。翻し旗よ、ひらめきし剣よ。で、これが我らが女王国イランスに伝わる古いカビ臭い建国史ってやつ。子供の頃から何回も繰り返し唱えさせられて、今じゃすっかり空で言えちゃう。わからないって言えば、はあ、今日の教頭試練だってなんだか理不尽。だって本当の姫じゃないけど。そう言うと怒るけど、あの子。まあそこら辺はともかく、今日は教師の日。髪も制服も装備もきちんと整えてに。面倒だけど、私ってほら一応貴族派の学生寮ベシエの代表っていうか主席っていうか、一応私だって朱色の旋風ルークって呼ばれてる。でもフランチェスカ・ストラールが相手ってのは結構めんどい。だってさ、あの子ってばいっつも昔は一緒に遊んだりお風呂で洗いっこしたりしたのに。雪みたいに白い肌に小さい。お？誰か。神聖なるニトの塔に遊びに来たか。え？いや、小さい時にね、一緒にお風呂に入って洗いっこしてたのを思い出してただけ。貴様、なんという想像を。想像じゃなくて思い出。別に小さい頃のことだからいいじゃない。もしかしてなんだというのだ。また一緒にお風呂に入りたいわけ？だったら教師が終わったら久しぶりに。バカ者、貴
貴様は今日という日の重みを理解していないのか。そんなに怒らなくてもいいじゃないか。禁ずる。何を思い出そうが自由でしょ。いくらあんたが姫でも人の頭の中まで口出せないわよ。私は姫ではない。私に関する記憶を勝手に再生するな。無理よそんなの。自動再生だもん。現に今だって。それ以上のハレンチな暴言は許さぬ。多くの生徒たちの代表なのだぞ。栄えある魔法剣士候補生としての立場を貴様は。わかってるわよ。だから私負けないよ。今日は予備試練の時は油断しちゃったけど。そうか。また貴様の策に乗せられて危うく我を失うところだった。はあ、何勝手に人を策士みたいに言うかな。知っている。貴様は私の敵だって言うんでしょ。その通りだ。分かっているならいい。私は騎士派学生寮シェルタの代表では。失礼する。了解。ああ、さっさと行っちゃったか。まあいっか、この先で会えるんだしね。なんであの子あんなに突っかかってくるかな。さてと、グズグズして遅れを取るわけにいかないし。そこはっ。先生が言ってた教頭知る二頭の塔にご丁寧に魔法生成物モンスで、そいつらを全部退治したら、モンスターの親分を倒したら魔法陣が出てきて、それで次のフロアに。先に行っちゃったフランは別ルートを進んでるはず。ん？お出まし？最初はあんなのか。よい、よし片付けてあげる。はい、そっと。は二頭の塔にまだまだ隠されてるはず。全部見つけちゃう勢いで行くよ。他の場所と違うってことは気を引き締めていかないと。
はっ、